6時になりました。9月15日水曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は灰色ですね。気温の方が 20.6 度です。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日も関東地方湿った空気の影響で沿岸部ほど雲が広がりやすいでしょう。朝のうち東京や千葉、神奈川、弱い雨の降るところがありそうです。内陸は昼前後に晴れ間出ますが、夕方以降ところどころにわか雨となるでしょう。最高気温、東京都心と埼玉で26度、横浜と千葉で25度の予想です。北風となります。日差しが少ない沿岸部ほど涼しく感じられそうですね。ひんやりといった方が正確かもしれませんね。東京地方今日は曇り、降水確率1日通して 20%、 明日も曇り。明日の予報、降水確率はですね、降水確率1日 10% です。現在濃霧注意報が埼玉県秩父地方に、雷注意報が伊豆諸島に出ています。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今朝オレンジ色ですね。また先週に続き巨人のユニフォームを着ちゃいました、ね、昨日勝ちました。そうなんですよ、3対2ね、ギリギリ、ね、珍しい。しかもあの狭いドームで、こんなロースコアでね、はい、あの前半戦横浜は巨人にですね、はい、ボロクソにやられていて、1勝8敗3分けと。そんなでしたか。ですが後半入ってからですね、5勝0敗2分けということで無敗なんですよ。でさすがになんかちょっとね、もう消化試合のベイスターズと片や優勝争いをしている巨人ですから、はい、ちょっと武士の情けでですね、今日はあえてベイスターズのユニフォーム着て、はい、たまには巨人に勝たせてあげようかなと思ったんですが、それを昨日の夜ツイッターでつぶやいたところですね、はい、フォロワーのベイスターズファン、はい、並びに阪神ファンの皆さんからですね、初心を貫けとやめろと。そうか、だからベイスターズファンのみならず、それはまあ阪神もそうですよね。なのでね、皆さんの声に、鍛えまして今日もジャイアンツ来てきたんですけども、はい、ジャイアンツオレンジ色、はい、皆さんちょっと覚えてるかわからないんですが、私いつもねこのユニフォームを着たままスタジオに家から来てるんですけど、そうなんですよ、家の前でいつもジャイアンツのユニフォームを着たウォーキングしてるおじさんと、よくすれ違うみたいな話何週間か前にしたことあるんですけど、今朝もあったんですよ。ジャイアンツのそのおじさんと。そう、そしたら今日ね、先ほど寺島さん20度ぐらいって言ってましたけど、朝寒かったじゃないですか、はい、今日そのおじさんなんか上に着てて、下が巨人のユニフォームかわからないんですけども、今日私がこのね派手なオレンジ色のジャイアンツのユニフォーム着てたんで、もうなんかまじまじと凝視されて気まずいなと思ってこうすれ違ってですね、後ろからそのまた通り過ぎていくときにおじさんが今度立ち止まって、ずっとまた見てきてですね。そうですか。なんだこの人同志だったんだって。そうですね、声でもかけてくれればいいのにね。多分前回すごく不愛想な対応してきたので、はい、なんだお前仲間かよっていう、そのまじまじと朝からおっちゃんに見られるっていうですね。そのおっちゃん、おそらくこの人は味方なのか敵なのかわからんなっていう、疑心暗鬼になってると思いますね。そうですね、はい、きっとね中に来てたのかどうかですよね。そうなんですよ、それ気になるんですけどね、これから多分気温下がっていきますから、はい、もう多分見ることもないそうです、ね、あと1年ぐらい分かんないですけど、見ることもないっていうと、なんかこう枯れ葉が落ちる感じがしますけどね。季節は移ろいゆくという。そうですよね。でもまだまだ会うチャンスありますよね。そうですね、もう少しは、もうちょっと気温がまた高くなってくるとね、中に何を着てたか分かるんですけども。違う意味で ご覧になってたのかもしれませんね、まあ、寒くねえのかみたいな、ね、確かにそうですね、今日僕だけでしたね、半袖で。そうでしょ、はい、あの兄ちゃん寒くねえのか、ジャイアンツ魂持ってんなみたいなね。今日でもなんか朝そのジャイアンツおじさんとこうすれ違った後にですね、前の方からまだこう朝ねちょっと薄暗いんですけど、緑色のキラキラした何かがこう前から迫ってきてですね、何かと思ったら、なんか犬が電飾っていうんですか、あ
LED みたいのね。そうそうそう、あれでなんか要はね、明け方とか夜散歩してる時に、はい、ワンちゃん黒いと見えないから、首輪にこうね光つけてる人いると思うんですけども、今朝そのすれ違った犬がですね、もう過剰なほど電飾つけられてて、なんかもう僕の家の周りやばい人いっぱいいんなみたいな。いやなんかもうワンちゃんじゃないんですよ、なんかもうワンちゃんがでかい緑の球体みたいな感じになってて、それじゃあ至る所についちゃってるみたいな、洋服着せて、あのライオンのオスの子のね、はい、たてがみみたいな感じで、LED のでかい電球バーっと一周丸めつけられててですね、犬種は結構中型犬ぐらいなんで、あそうなんですけどね、首重くないのかなみたいな、いや重いでしょ、我が家の周りちょっと個性的な人住みすぎだろうと思って、いやそうですか、あえてどこかとは申し上げませんけどもね、いや面白いな、ねえ、でもそのワンちゃん連れてた人も、まあ、普通なんですよ、でもおそらく森永さんのそのジャイアンツのユニフォーム姿見て、なんかあっちはあっちで、こいつやべえなって言って、なんかお互いこうね変な緊張感が、やばいやつだなみたいな、緊張感のある街ですね、そうですね、はい、さて、自民党の石破元幹事長はですね、昨日党本部で二階幹事長と面会し、党総裁選への対応を今日表明すると伝えました。石破氏立候補見送って河野ワクチン担当大臣を支援する方向です。総裁選、河野氏と岸田前政調会長、高市前総務大臣、この3人軸に争う構図固まりつつあります。で、石破元幹事長はですね、総裁選への出馬は白紙だと繰り返してきました。石破派内でも河野氏を支援する議員がおり、慎重に検討してきました。出馬しても支援拡大は見込めないと判断したようです。で、周囲には不出馬を決めた場合、総裁選やその後の政権運営で河野氏に協力する用意があることを示唆しています。で、小泉環境大臣、昨日河野氏支持を正式表明しました。誰が自民党、日本を変えられる新しいタイプのリーダーかは明らかだと述べています。で、日本を変えられる新しいタイプのリーダーは果たして候補者の中にいるのかなんて指摘もあるんですが、森永さん、このあたりはどうお考えですか。そうですね、今掲げてる政策ね、まあ、全部ではないですけど、8割ぐらい、はい、高市さんがおっしゃっていること別にいいなというか、まあ、結構プライマリーバランス云々みたいなって、はい、今までね、健全化するとか黒字化するみたいなことを言ってきた政治家いますけども、はい、ちゃんとねオフィシャルの場で凍結するとかって話をした人っていうのはいなかったと思うので、まあ、そこはいいかなっていう気はしますよね、はい、ただ小泉進次郎さんが、はい、まあ、あえて個別名は出さなかったんでしょうけど、日本を変えられる新しいタイプのリーダーは明らかだとか言っちゃってますけど、逆になんて言うんですかね、小泉さんが言うと、なんかそうですね、うーみたいな、そううーっていう方もいらっしゃるでしょうからね、で、自民党総裁選、党内7派閥のうち細田派、麻生派、竹下派、二階派、石原派の5つの派閥が事実上自主投票にする方向となったようです。で、大半の派閥がですね、支持候補の一本化を見送る異例の展開と。今回直後に衆議院選挙を控えてます。選挙基盤の弱い中堅若手中心に、派閥の意向よりも党員や有権者の声を優先する動きというのが強まっています。で、党の幹部は派閥議員を強引に締め付けると造反が続出し、派閥の崩壊につながりかねないと語っています。90年代の政治改革で党の資金、あとポストの差配、党執行部に移っています。所属議員は派閥からの恩恵が薄れる結果となっています。まあ、派閥政治というのともう変わってきてるってことなんですかね。まあね、時代遅れと言われたらそれまでですけど、はい、とはいえね、その代わり世論を気にしすぎるようになっちゃうと、はい、じゃあ世論がね、まともな考えに基づいて形成されてるかっていうと、少なくとも新聞とか地上波が流してる世論調査見てる限りだと、なんか微妙な世論形成だなって思っちゃいますよね。まあ、それにね、なんかその意見を組みすぎるとポピュリズム、大衆迎合ですもんね。文化放送おはよう、テラちゃん。時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら。産経新聞、
都内感染1004人、23日連続前の週下回る。新型コロナウイルスの感染が7月半ば以降急拡大した東京都で新規感染者の減少が続いています。昨日は23日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。ただ8月下旬のピークを境に下降に転じた重症者数、1月の第3波時を上回り、入院患者数も高水準にあります。繁華街では夜間の人出も微増していまして、都は不要不急の外出自粛と感染防止対策の徹底を引き続き呼びかけていますが、森永さん、この感染者数は減ってきてるんですね。そうですね、いまいち私はちょっとこのあたりはプロじゃないんであれですけど、なんかすごい勢いで減ってきてるような印象を受けますが、ただね、私ちょっとおデブちゃんなので家の周り一駅二駅分をですね、結構頻繁にウォーキングしてて、でそのついでにちょっとあれなんですけども、いろんな店が空いてるか空いてないかっていうのを結構ある意味ね、経済の勉強として見てるんですけども、最近この2週間ぐらいでかなり真面目に営業停止というか営業しないで休業してるカラオケ屋さんとかっていうのがあったんですけど、そこがもうね、緊急事態宣言からね、開き始めてたので、若干この感染者数というか陽性者数の減少を見て、自主的に、そろそろいいかって、解除し始めてるのかなっていう、民間が独自の判断ですね、そういうのをちょっと感じましたね。そうなんですね、でも今私もお伝えした通り、夜間の人では微増してるのに感染者が減ってるってことは、そうなんですよ、だから何が理由なのかなみたいな、人流って関係あったのっていうところに至るわけですよ、これがね。だから、これも私も素人ですけども、あんまり関係なかったのかななんて何なのかなと思いますよね。分からなくなってきますね。で、現在の第5波で東京では8月13日に過去最多となる5773人の新規感染者が確認されました。で、その後も1日あたり4000から5000人台が続きましたが、23日以降前の週の同じ曜日を下回り、減少傾向が定着しています。で、重症者数も8月28日に過去最多の297人に上ってから、この下降し始めてですね、昨日は208人となりました。ただ新規感染者数、第3波のピークだった今年1月7日2520人を大きく下回る水準とはなりましたが、重症者数が未だ第3波で最多だった1月20日の160人の 1.3 倍です。入院患者数もおととい時点で3467人、都が確保している病床6583床の 52.7% を占めています。今月9日の都のモニタリング会議では、専門家が医療提供体制が逼迫している中、新規感染者数が再び増加に転じれば危機的状況となる、こういうふうに警鐘を鳴らしているということなんですかね。確かに、例えば昨日1004人と出ました東京の感染者数も、2週間くらい前の数字なんだと、いうふうに言われてますし、あと感染してからやはりこの5日とか10日経って重症者も増えてくるなんていうふうにも言われてますんで、このタイムラグといいますか時間差も考慮しなくてはいけないんですけれども、この重症者が 1.3 倍になってるってところは気になりますね。そうですね、このままね、ずっと減少傾向になるとは限らないですから、逆に言うと今のうちに、第5波、第6波か、に備えて、医療体制をですね、再度拡充していく、ある意味ね、時間を稼ぐには、そうですね、この減少の時に何度かやらないとっていう感じですよね。過去もね、ちゃんと振り返って反省しないと。続いてはこちら、日経新聞、日経平均31年ぶり高値。昨日の東京株式市場、日経平均株価2月の年初来の高値を更新して、1990年8月以来31年ぶりの高値をつけました。で、この急激な株高の背景にはですね、菅総理の総裁選不出馬、これをきっかけとした政策への期待感があると、ワクチン接種者を対象に行動制限の緩和が検討されるなど、経済再開への期待、これが強まっているといいます。この2回接種した人も国民の半分超えたなんていう、これもこの
いいように受け止められているという指摘もありますが、これどうご覧になりますか、森永さんは。まあこの株高についてはですね、欧米に比べると日本が出遅れてたので、あ、そうですか、そこに対する追い上げだというふうに考えているので、あんまりなんかそこになんかこう次期政権の経済政策であるとかっていう理由付けはいらないかなという気はしてますね、個人的には、はい、そうですか、まあ、それが理由で、やっぱりスイッチみたいのはいつ入るかわからないということなんですね。そうですね、はい、ただまあその買い上がる理由は、はい、その割安感というか欧米に比べて出遅れていたっていうところもあったので、はい、むしろその政局リスクが後退したことによって一気にその分を買い上げに来てっていう感じだと思いますね、はい、そういうことなんですね、はい、時刻6時19分です。文化放送おはよう、テラちゃん。時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞の記事です。非正規雇用コロナ影響深刻という記事。UA 全線全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟。この発表で新型コロナウイルスの感染の長期化が雇用にも深刻な影響を及ぼしていることが改めて浮き彫りとなりました。特に非正規労働者への影響が大きいとされます。新型コロナによる非正規労働者への影響は総務省の労働力調査でも顕著に現れています。2020年の非正規労働者の数は75万人減って比較可能な2014年以降で初めての減少となりました。新型コロナでは外出自粛などで飲食店や宿泊業が特に深刻な打撃を受けています。営業時間規模の縮小など、まあ、こういったことも相次いで煽りを食う形でですね、この非正規労働者が契約の打ち切り、あと雇い止めに追い込まれたと見られています。森永さん、やっぱりこういうことなんですね。そうですね、これ、総務省が労働力調査っていうのを出しててですね、はい、これの中にその業種ごとの雇用者の増減っていうのが載ってるんですけれども、はい、これ宿泊業、はい、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、はい、この4業種をですね、まあ、これは勝手に私が外出4業種としてまとめてるんですが、このコロナ禍において、雇用が失われたのは、ほぼこの4業種なんですね。なんですね。なのでやっぱりコロナって特殊なもので、はい、普通だとね、不況になるとこう全体的にこう経済が落ちて全部の業種がダメージみたいなことありますけれども、まあ、そうやってグラフにしたりするともう明確に私が今言った外出4業種、はい、ここの雇用が大きく失われているというところが、まあ、通常の不況とは異なるポイントだと思いますね。 違うところなんですね。そして今回ですね、特に女性への影響が深刻だったとも言われています。飲食宿泊業界ですね、パートタイムで働く女性の割合が多いと。また世帯主の在宅勤務や学校の休校措置などで家事の負担が増えて仕事を辞めざるを得なかった人も多かったと見られています。こういうやはり特徴もあるんですか。そうですね、先ほどの労働力調査ってその性別ごととか、あとは契約形態、就業形態ですね、はい、正規か非正規か、はい、こういういろんな区分けでデータ載ってるんですけども、やっぱもうほとんどが女性のかつ非正規、はい、でなんでそんなことが起きるかっていうと、今ニュースにもあった通り、私がさっき言った外出4業種っていうのは、はい、まあ、かなりを女性の非正規雇用の方で、労働力をその賄っていたというところでですね、はい、まあその景気が悪くなった時に調整弁になりやすい非正規、特に女性のところに、まあ、その集中してしまったという背景がありますね、はい、で政府もですね、休業手当一部保障する雇用調整助成金、あと休業手当受け取れなかった人への休業支援金給付金、まあ、こういった対策を講じてきました。日本総合研究所、こうした対策について一定の効果があったと評価はしています。これはいかがですか。
そうですね、これに関してはこれまでの放送でも繰り返し指摘している通りで、はい、雇用調整助成金、これに関しては非常に効果があったと私も評価していますし、はい、逆にこれがなかったらですね、おそらくリーマンショック並みの失業率まで高まってたでしょうから、それが足元 3% ぐらいで収まっているというところは、やはりここは政策がすごく効いていたと思いますんで、まあ、なんかね、ついついこう政府は何もやってないみたいな全般的に叩きがちですけど、はい、まあ、ここは是々非々で、少なくともこの雇用対策に関しては100点かって言われたらそうじゃないかもしれないですけれども、まあ、全然合格点の対策だったんじゃないかなというふうには評価してますね、はい、先ほどでもその森永さんがおっしゃったこの4業種ですか、外出4業種、はい、じゃここにもっともっとそうすると力を注がなきゃいけないってことですか。本来はそうですね、ただまあ結局誰が困ってますかっていうのをこう見極めてる間に本当に困ってる人はもう持たないわけですから、そういう意味では一律にまずやる、はい、でその間時間稼いでるうちにそのどうやって傾斜をかけて困ってる人をより救うかっていうのを本来は考えるべきで、そこが足りてないっていう感じですね。そうですね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。日本大学の付属病院の建設工事をめぐる背任事件で、東京地検特捜部が日大の田中英寿理事長を任意で事情聴取していたことが昨日産経新聞の取材で分かりました。特捜部、田中氏と近い日大理事について2億円を超える資金を外部に流出させ、日大側に損害を与えた背任容疑で捜査します、しています。で、大学トップである田中氏とこの一連の資金移動の関わり、あと日大内での意思決定過程などについて慎重に調べを進めています。関係者によると、日大医学部附属板橋病院は老朽化のため、日大創立130周年事業として建て替え工事が持ち上がり、去年20億円を超える金額で都内の建設設計会社がですね、設計業務を請け負いました。で、この際、日大の関連会社、日本大学事業部の取締役を務める日大理事が主導して、設計会社を通じて大阪市の医療法人グループの関係先に2億円を超える資金を移動させた疑い、これが持たれています。田中氏は特捜部の調べに対し、資金流出への関与を否定しているといいますが、これはどうなんでしょうね、森永さん。まあ、あくまでまだね、事情聴取して、はい、ね、本人を否定してるって話なんで、断定的な話はできないですけれども、はい、ただこのお金の移動っていうのはですね、帳簿つけてたり、はい、ね、口座の記録とかもろもろ相当うまくやらない限りはね、何かしらの足跡残ると思うので、はい、まあ何も証拠がない時点で、こう事情聴取なんてこともないでしょうから、そうですね、はい、これはちょっと怪しいなっていう気がしますよね、はい、で、日大事業部は学内の物品の共同調達、関連施設の管理運営などを手掛けていて、田中氏が理事長に就任した後、平成22年日大の 100% 出資で設立しました。日大理事は立ち上げの時から日大事業部に携わっていて、その後も中核的な立場を担ってきました。田中氏、昭和44年に日大経済学部を卒業後、日大に勤務、平成20年に理事長に就任、学外では JOC 日本オリンピック委員会副会長、国際相撲連盟会長など要職を務めてきました。まあ、日大と言いますとアメリカンフットボール部の問題もね、記憶に新しいわけなんですけれども、まあ、このあたり疑惑きちんと説明してもらいたいですね。そうですね、本当に学生がかわいそうなんで ね、大人たちちゃんとしてくれよっていう感じですよね、はい。さあ、それではここからニュース最前線いきましょう。今朝は日経平均株価が高値を記録、期待値の高まりどこまで続くのかについて伺います。昨日の東京株式市場、次の内閣が打ち出す経済対策への期待感に加えて、国内でワクチンの2回目の接種を終えた人が全人口の 50% を超え、経済活動が本格的に再開するという期待感から、取引開始直後から買い
注文が広がったと、まあ、こういう、まあ、理由が言われておりますが、まあ、昨日の終値、ね、3,670円10銭です、この株価ですけれども、森永さん、これ一時的なのか、それともさらに続伸していくのか、このあたりはどうご覧になってますか？そうですね、まあ、少なくともこの上昇に関しては別に変な過熱感みたいな個人的に感じていなくって、まあ、最近この放送って YouTube に過去のやつが全部上がってるじゃないですか、はい、これって結構人によっては怖いかもしれないですけど、僕にとっては言ったよねっていう話になるんでちょうどいいんですけど、まず先週の放送でも言ったんですけど、まあ、その次の首相がどうとかですね、次の内閣が出す経済対策に対する期待感ということで上がったっていうのはあまり個人的にはないと、これ先週も言ったけどないと思うんですよね。どっちかというと菅さんの退陣表明によって、まあ、野党がノーチャンスになったというか、はい、まあ、政局リスクがなくなったっていうことで、買うきっかけができたと、はい、でなんできっかけって言ったかっていうと、これも8月ね、調べたら25日の放送で僕ちゃんと言ってるんですけど、はい、まあ、要は4、6月期の、日本企業の決算良かったんですよ、コロナ禍なのに、はい、にもかかわらず感染者数が、ね、増えたりしたっていうこともあって、はい、株価下がってたじゃないですか、日本株だけ。でその結果ですね、その株価収益率っていう、まあ、PR と呼ばれるやつが12倍台に日本の株だけ下がってたんで、はい、まあ、割安感はあるという指摘はね、その8月25日の放送で僕してるんですよ、はい、で実際にその欧米の株価指数と比較しても、はい、まあ、例えば日本株は日経平均を見て、アメリカニューヨークダウ、はい、欧州はユーロストックス50という指数をですね、はい、それぞれ今年の4月1日を100にして指数化すると、はい、まあ、アメリカと欧州はずっと右肩上がりになってて、日本だけ下がっていって、そこは乖離してったんですよね、はい、でここの足元の急上昇でちょうどこの欧米の株価にこう追いついた感じになってるんですよ、だから別に過熱感がないって言ってるのと、はい、出遅れ感だって言ってるのはまさにそこ、まあ、ただその短期間で見るとちょっとその上がるスピード、はい、スピード違反な感じするんで、まあ、そこの短期的な調整として、はい、まあ、例えば今日ね、はい、少し、まあ、200、300円下がったりとか、はい、まあ、そういうことはあるかもしれないですけども、それはあくまで短期的な調整なので、まあ、ここら最近の上昇3万円を超えてきたと、はい、いうことだけをとってですね、なんか過熱感がとかっていうのは違って、むしろ出遅れを解消しただけでしょうっていう評価ですね、はい、今森永さんおっしゃいましたけれども、調整という言葉出ましたが、今ですねこの日経先物を見るとやっぱりマイナスに今なってますね、まあ、そうですよ ね、はい、マイナス505という数字が出ておりますね、まあ、これはもちろんこの先変化していくわけなんですけども、さて日経平均株価終値がおよそ31年ぶり高値をつけたことについて、経済同友会桜田代表幹事定例会見で、経済活動の正常化への期待があるだろうが、実体経済を見ると投資や消費の増加はこれからのことなので、期待値がマーケットに反映された結果だと思うと、こういうふうに述べました。この発言いかがですか？そうですね、まあ、この発言した人はねマーケットのプロじゃないんで、まあ、僕は違うかなと思ってて、いやむしろ出遅れの解消なんで、むしろ将来への期待感みたいな話になってくると、ここからさらに上を狙っていく株価の動きじゃないと説明がつかないと思うんで、いやもしこの方が言ってることが正しいのであれば、むしろこの後日本株がもうちょっとこう上値を試していく、はい、展開になってないとおかしいですよね、はい、でまた国内の新型コロナウイルスの感染者数が減少傾向にあること、ワクチンの2回目の接種を終えた人が全人口の 50% を超えたことで経済活動の正常化が進むことへの期待感、これもあります。この影響どうですか？改めて。そうですね、まあ、だから結局これからどうなるかっていうところが、はい、まあ、鍵になってくるんですね。ここから先日本株がどんどん上がるかっていうところになると、はい、ただまあ世界的に見てなんかもはやワクチンもある程度打ってるし、はい、なんでしょう、ノーガードってことはないでしょうけれども、なんか今までみたいにとにかく経済活動を抑えつけてみたいなところから、もうあとは自己責任で、はい、とりあえず経済回しますかみたいなノリにちょっとずつなってる気がしてるんで、そうなってくると、企業業績が上がってきて株価も上がるみたいな展開が来る気はしますけどね、ただそうなってくると逆に今度金融市場の目線で言うと、はい、いやもう景気良くなってきたんだからってことで、まあ、テーパリングを進めようとか、さらにその先でいくと、まあ、金融引き締めという話が将来的には出てきてしまうので、はい、まあ、株やってる人間からするとちょっとこう
いたし返しというか。あ、そうなんですね。ですね。やってない人からするとね、経済の正常化はもうただのウェルカム要因ですけれども、はい、株やってる人間からするとちょっとそこが気になるって感じですね。そうなんですね。さて、そんな中、財務省が6月末に公表した2020年度の政策の実績評価、財政の項目5段階で最も低い評価でした。2002年に各省庁が施策を自己評価する政策評価制度というのが施行されてから、この項目で財務省が最低ランクをつけたのは初めて。全省庁を見渡しても最低評価は20年度は3件、全体の 1% ほどです。財務省のこの、まあ、5段階で最も低い評価だったということですが、これは森永さんいかがですか。そうですね、これ、財務省の政策の根幹というところに財政健全化があって、はい、まあ、それに対して辛口の評価を下したのが、はい、まあ、よく皆さんも聞くワニの口の名付け親の方だというふうに報じられてましたけれども、もうなんかようわからんなというふうに思っていて、ちょっとたまたま私昨日ツイートしてるんですけれども、アメリカのですね、財務省が2021年会計年度、はい、まあ、なので昨年10月から、今年の9月までのですね、11ヶ月の累積赤字っていうのを出してて、はい、でそれが前年同期より 10% ぐらい減ってるんですよ、はい、でこれはアメリカってね、日本なんか比じゃないぐらいとんでもない巨額の財政出動してましたから、赤字どんどん膨れ上がってたんですけども、まあ、その結果ですね、経済活動が再開したりとか雇用が改善したってことで、むしろ税収が拡大して歳入が増えたと、はい、で赤字が縮小したっていうふうになってるんですよ。なので結局正しくお金をまいて経済を成長させれば、はい、当然ながら税収はその経済活動が広がればその分ね、はい、税収は増えてきますから、まあ、会社が儲かるんだったらその分税金も高くなるわけで、なのでそれが正しいやり方であって、はい、なぜそれを目指さずにむしろ経済成長をですね、はい、弱めさせるような増税とかばっかやってんのっていうところなんですよね、なのでね、散々アメリカ様を追従するのが好きなんであれば、はい、そういうとこはぜひ追従したらいいのに、それだけは堅くなにです ね、 ですね、ガラパゴスしてるっていう感じですね。不思議ですよね、で2012年に安倍総理誕生以降ですね、政府は経済最優先、これを掲げて積極的な財政出動を継続しました。経産省出身者が政権の中枢になって財務省が遠ざけられ、自民党中堅若手議員からも財務省の財政政策は間違っている、どんどん国債を発行して財政出動すべきだといった声が公然と出ているということなんですが、まあ、こうした声はどう捉えますか、森永さん。いや、よっぽど中堅若手の方の方が理解してるんで、もう頭固くて考え方変えられないですね、もうご年配の方々はもう皆さん引退した方がいいんじゃないですか、日本のために。そうですか。あ、日本のために。いやだって、それか考え変えるかですね。少なくともこの30年間ね、ずっと結果出してないんだから。はい、そうですね。野球だったらもう速攻戦力外通告ですよ。いや、もうそうですね。どんだけ1割台でスタメン張ってんねんっていうことですよね。首です、首。まあ、1割なのか足引っ張ってんだかね。でもエラーするし走れないみたいな。そうです、打てないしっていう。まあ、そんな感じですね。はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。先週金曜日 TBS の夕方の情報番組 N スタで森永卓郎さんと森永さんが康平さんがですね、親子共演された。これちょっと変則的だったそうですね。そうですね、うちの父親がスタジオに生で出てて、はい、私は直前に取材を受けて、その取材された内容がパネルで写真と一緒に写ってたんで、まあ、一緒にスタジオで共演したっていうわけではないんですけども、まあ、ちょっと変則的な形で、はい、まあ、たまにあるんですよね。あ、そうですか。何回か、はい、好評なんですね、そうすると。いやでも明らかに親父がレギュラーの木曜日に取材来るなみたいなことは感じてるんで、なんかこうね、まあスタッフの方もなんか化学反応起きないかなみたいなことなんでしょうね、きっとね。だから僕が水曜日のコメンテーターになってるのもなんとなく、ああいろいろそういうのあんのかなみたいな。さて、もう少ししたら鍋が美味しい季節になりますけども、気温で売れ行きに変化があることを森永康平さん解説したということなんですよね。しゃぶしゃぶ、すき焼き、
味噌鍋、キムチ鍋、こういうふうに寒くなるほど味が濃い鍋が売れ筋になる傾向があると、まあ、この解説に対してスタジオにいた森永卓郎さん、お父さんはですね、一般的な鍋ばかり羅列している、私は学生時代に地獄鍋をやっていて友達はたわしを入れて怒られていたとコメントしました。これどういうコメント、闇鍋ってやつですよね、まあ、そうですよね、僕も闇鍋だろうとは思ったんですけども、いやこれ真面目な結構解説を僕はしていて、あのウェザーマーチャンダイジングっていう言葉があってですね、はい、今ってもう結構いろんなデータが取れるので、はい、要はそのなんか店長とか、はい、あの店舗スタッフの思いつきで、あの商品を羅列したり陳列したりするんじゃなくって、今っても気温とか、はい、まあ、あとはその気温、最高気温と最低気温のギャップ、はい、あと前日の気温とのギャップとか湿度とかですね、いろんなものを計算して売れ筋商品っていうのを出すんですよ、はい、で実はそのコーヒーとかもアイスコーヒーとホットコーヒーの売れ行きがこうスイッチする気温のタイミングとかがあったりとか、あとはそのざるそばなのかかけそばなのかみたいな、こういうデータに基づいて今はそういう商品の、ね、開発とか販売も行われているっていうですね、非常に真面目な解説をしてたのに、それに対してね、なんかわけわかんない魂入れちゃったっていう、しかもこれ、なんか家とかファミレスとかでですね、身内で喋ってる雑談だったら別にありですけど、これ地上波ですからね、そうですね、とんでもないですよ、とんでもない。はい、まもなく7時です。7時になりました。文化放送、おはよう、テラちゃん。9月15日水曜日、7時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は曇りではあるんですけれども、その雲のところどころですね、白っぽいオレンジ色に変化させてます色です。 21.1 度、ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日も関東地方沿岸部ほど雲が広がりやすいでしょう。朝のうち弱い雨の降るところありそうです。内陸この後次第に晴れ間出ますが、夕方以降ところどころにわか雨の可能性があります。急な雨にご注意ください。最高気温、東京都心と埼玉で26度、横浜と千葉で25度の予想です。北風が吹きます。日差しが少ない沿岸部ほど涼しく感じられそうです。東京地方今日は曇り、降水確率1日通して 20%、 明日も曇りでしょう。現在濃霧注意報が埼玉県秩父地方に、雷注意報が伊豆諸島に出ています。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。毎日新聞の記事です。今月20日の敬老の日を前に、厚労省は昨日、全国の100歳以上の高齢者が過去最多の8万6510人になったと発表しました。去年から6060人増えて51年連続で増加。女性が全体の 88.4% を占め、男性は初めて1万人を超えました。厚労省によると男性は去年から585人増の1万60人、女性は5475人増えて7万6450人です。で、2021年度中に100歳になったかなる予定の人、43633人、これは去年に比べてですね、去年度に比べて1831人増えています。医療の進歩などが背景とされて、厚労省の今年7月の発表によると、2020年の日本人の平均寿命、女性が 87.74 歳、男性が 81.64 歳となり、ともに過去最高を記録しました。まあ、100歳を超える方、まあ、これだけ増えたってことなんですね。私が子供の頃って、100歳超えてたらそれだけでね、テレビに取り上げられるぐらい珍しかった気がしますけど、このニュース見ると全国に8万人以上、はい、ね、もう珍しくもなんともないってことですよね。でしょうね。だってほら、ちょっと前になりますが、金さん銀さんも ね、そうですよね、金さん、私は100歳とか言ってて、あ、100歳だって思ってましたが、今86510人、ね、しかもいろんなところのこう予測見てるとですね、この
日本人の平均寿命っていうのはさらにこれからも伸び続けるという予想になってますから、はい、まあ、よくその人生100年時代なんて言葉を聞きますけれども、はい、あれもあながち嘘じゃないっていうか、結構本気でそうなりそうだなっていうのを考えると、なんかいろいろ思うとかありますよね。だって60歳とか65歳例えばじゃあ仕事を辞めるって、はい、まあ、今の制度のままだとそんな感じじゃないですか、そっから100歳まで仮に生きるってなると30年以上あるってことですよ ね65歳でも35年あるってことでしょ。いやー、でもまあね、とはいえその、はい、体がね、今みたいに動く前提の35年間だとやれることいっぱいあるんでしょうけど、はい、そうじゃなくなっていくわけですから、なんか何やろうかなみたいな。いや、そうですね、自分でね、私なんかもうすぐなんですけど、とりあえずでもいくつになっても野球は見てる気がしますね。ああ、そうかそうか、それでちゃんとねいろいろ分析して、ベイスターズファンだとストレスたまる試合も多いから、100歳になる前になんかプツッといってしまう。それある程度負荷をかけるっていうのも大事なんじゃないんですか、これ。なんか長生きされてる方のインタビューとかね、たまにこうニュースとかで、あの拝見しますけれども、まあ皆さんやっぱ結構一緒だなって思うのが、明るかったりとか、100歳過ぎててもなんかまだ当分死ぬ気がしないみたいな、こう結構ポジティブな感じの方 で、で結構好き勝手食べたりしてるんですよね、なんかジュース未だに飲んでますみたいな、ああいうの見てると、まあ、その食事とかね睡眠とかそういうのももちろん大事なんだと思いますけど、まあ、それ以上にストレス、そうか、ストレスをためない、これが一番のこの寿命の敵なんじゃないかなっていう気がするんで、やっぱストレスフリーな生活をするのがいいなと思うんで、私も早くそういう生活になりたい。いやー、なりたいですよね。そうですよね。今まででもほらやっぱり株とかね、そういうのってのはストレスすごいでしょ。まあでも、なんでしょうね、あのシナリオにはまってそのまま儲かった時は快感ですし、もともと私あのおそらく M 体質なので、むしろこう戦略を立てて自分の思い通りにならずに負けた時の、まあ、一瞬悔しさとか辛さはあるものの、でもそれって逆に言うとなんでその仮説が合ってなかったのかみたいな、こう振り返りをするきっかけになるので、意外とね失敗しても、まあ、その金銭的なダメージがあったとしても、意外と僕そういうの好きで、まあ、むしろか自分の予想通りに生き続けちゃうと、逆になんか気持ち悪い、そわそわしちゃうので、逆にね、でもお父さんの農業というかね、家庭菜園、あれいいんじゃないですか。あれはね、あのやっぱストレス云々以前にやっぱ体にいいみたいですね、やっぱ農作業って結構地味に見えますけども、父親曰くもう本当にこうライズアップで筋トレするより農業やってる方がきついらしいんですよ。そうなんですか。やっぱ中腰でずっとこうね、雑草飼ってたり種植えたりしてるのって、そう見た目はすごく地味、それはジムでなんか植えてやってる方がやばい感じしますけど、まあ、でも実際両方やってる身からすると、意外と農業の方が筋肉痛になるし、って言ってたんで、あれはストレス解消にもなるかもしれないし、やっぱフィジカルにもすごくいいんだなと思いますね。そうですね、肉体的にもね、確かにあのスポーツクラブなんかだとあと2分とかね時間決まりますけども、農作業の場合にはあとちょっとあとちょっとって自分でね、気がつけば結構長くやってたっていうことじゃないですか、植物相手だから、ねだからすごく農作業いいなと思いますし、実際私もやベランダで子供がトマトとか育ててるんですけど、やっぱね自分で育てて食べた野菜って、まあ、気のせいかもしれないけど美味しいんですよ。美味しいですよ、だからやっぱあれってすごくもう本当一石二鳥どころか三鳥四鳥あるなみたいなとは思いますよね。はい、時刻7時12分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、続いてこちら、朝日新聞、対アベノミクス三者三様、自民党総裁選、昨日岸田前政調会長と高市前総務大臣、河野行政改革担当大臣が争う構図ほぼ固まりました。安倍菅政権がですね進めた大規模な金融緩和と財政出動成長戦略のこの3本の矢からなるアベノミクス路線にそれぞれの視点から修正を加えるなどして、コロナ禍で落ち込んだ経済の立て直しを訴えています。
岸田氏はアベノミクスの成果を評価し維持しつつも一部企業に利益が集中して格差が拡大したという問題意識です。新自由主義的な政策を転換し分配を重視する新しい日本型資本主義、これを掲げています。中間層への分配強化のため子育て世帯への住居教育費の支援、これを進めるとしています。河野氏もアベノミクス路線の修正を図ります。個人を重視する経済を考えていきたいと述べて労働分配率を高めた企業への法人税の優遇、これを提唱しています。高市氏はサナエノミクスと銘打ってアベノミクスの継承を訴えます。物価上昇率 2% をこれを達成するまでですね、財政再建の指標であります基礎的財政収支プライマリーバランス、この黒字化目標を凍結して大規模な金融緩和と財政出動を実施する、こういうふうに主張しています。まあ、この3市の経済対策です。岸田氏、河野氏、高市氏、これ森永さんどうでしょう。そうですね、なんか横並びで比較できるほどその全てが同じ、はい、なんだろうな、流度で具体性があるかっていうとそうでもないので、まあ、単純に比較することは難しいんですけれども、まあ、ただ今お話にあったような内容だけを見ていくと、まあ、高市さん、岸田さん、はい、河野さんの順番かなっていう気はしますね。ただまあちょっと高市さんのなんかインタビューとかもろもろネット上に出てるのは全部読んだんですけど、はい、若干そのマクロの部分はなんかいいなと思ってるんですけど、ミクロの部分どうかなっていう、その課税の話、はい、ありましたね、ありましたけど、なんかいまいちちょっとミクロの部分弱いかなっていう、その多分ブレーンの方が誰か知らないですけどいるんでしょうが、はい、多分マクロに強いというかミクロはそんな強くないのかなっていう気はしてるので、まあ、選挙だけを考えるんだったらですよ、はい、これもう全然本末転倒で僕はそれやれとは全く思わないですけど、選挙だけを考えるんだったら、マクロの話に終始して、あんまり分かってないんだったらミクロのところに突っ込まない方が、まあ墓穴は掘らないだろうなっていうふうに思いましたけどね。これ高市さん の具体的な話ですけども、この株で儲かった人にね、ちょっと課税すると、はい、課税率を上げるみたいなね、まあ、そういうことは一つでしたね。まあ、内部留保とか、はい、あとはその現預金、バランスシートの現預金の部分に課税みたいな話とかも、はい、あれも僕はちょっとよく分かんないんですよね。バランスシートって例えば負債借りてきた場合、負債として借りてきた場合ってそれ現預金にも計上されるじゃないですか、当たり前ですけど、だからそこに課税しちゃうってなるとね、はい、そうですね、企業からするとそもそも融資受けられない、受けたくなくなっちゃうし、そうですね、まあ、内部留保に関してもね、はい、この課税は二重課税になるし、はい、あとよく皆さん間違ってるのが内部留保ってなんかみんな現金だと思ってる人多いですけど、別に必ずしも現金で持ってるわけではないんですよね、内部留保って、だからそこの現金以外の課税ってどうやってやるのとか、はい、そのミクロの細かい話していくとですね、まあ、ちょっとはてななとこもあるかなっていう気はしますよね。そうなんですね。あとですね、続いては、今度はコロナ対策ですね。岸田氏、足元のコロナ対策でも非正規社員などへのこの給付金や中小企業向けの持続化給付金のこの再支給、これを盛り込む数十兆円規模の対策、これを行うと主張しました。で、河野氏はコロナ対策めぐって日本経済の需給ギャップ、需要と供給のこの離れですね、ギャップがおよそ22兆円ある点を指摘、経済対策の規模は明言していないものの有事には財政出動せざるを得ないと、こういう立場です。で、高市、コロナ禍などを踏まえた危機管理投資を進めることを成長戦略の柱に抱えていると、まあ、これ今私がお伝えしたようなコロナ対策、これどうでしょうか。まあ、今読んでいただいた内容は3種ともに、はい、いいと思うんですよ、はい、ただこれあんまりコメンテーターの方もこの部分って突っ込まないなと思っていつも聞いてるのが、ええ、いやそもそもあなたたち3人って自民党の人ですよね、はい、みたいな、いやなんでその総裁選になるとそういうことやりますっていうのって疑問が僕はあって、はい、いややれよっていう、あ、そうかそうかそうですね、いやだから今これからやりますじゃなくもうやれと、そうそうそう、だって今与党の中いるんですよね、はい、いやなんでやんないのっていう、はい、なんでその総裁選になると、はい、私はこんなことやりますみたいな、いやいいからやれよ全員でっていう、そかその前にね、だからどこ見て仕事してんだよっていうのをすごく思うんですよね、だから言ってることは素晴らしいですよ、全部やってくれりゃいいんだけど、いやコロナってもう1年8ヶ月あるわけじゃないですか、だその前に菅
田さんに言えよと、いや須田さんの協力してやってたらいいじゃないっていう、はいはい、何なの君たちってのは思います、まあ、言われてみればそうですね、はい、これね、はい、続いてはこちら、読売新聞、病床療養計画見直し要請。新型コロナウイルス感染の第5波で全国の病院や宿泊施設、自宅での療養者数が都道府県の想定14万人を大きく上回り、およそ21万人に上ったことから、厚労省は昨日、今後の第6波に備えた病床療養計画の見直し、都道府県に要請しました。冬の第3波の教訓を踏まえて、厚労省今年3月にコロナ病床療養計画の見直し、都道府県に要請しました。で、各地で病床の上積みが進められて、現行計画では感染拡大による新規感染者の増加を見込んだ上で、療養者の総数を最大およそ14万人と想定しました。で、このうち病院に入院できる病床数ですね、数、これは4万1000人で、宿泊施設、あと自宅での療養者が全部で9万9000人と見込んでいました。まあ、しかし第5波、これ蓋開けてみるとですね、想定超えて感染が広がった形となって、9月1日の時点で療養者の総数が想定の 1.5倍、およそ21万人となったんです。宿泊療養、自宅療養を余儀なくされる人、全部で18万人に上る事態となりました。コロナ禍はこの1年8ヶ月ほど続いています。で、これ遅すぎないかという疑問も浮かぶわけなんですが、これ森永さんどうなんでしょう、まあ、それだけその想定上回った未曾有のウイルスってことなんですかね。まあ、去年のですね、4月5月ぐらい、緊急事態宣言一発目が出た時ぐらいだったらですね、はい、まあ、未曾有のウイルスだっていう言い訳は通用しますけれども、はい、もうあれからね1年以上経ってるわけで、まあ、それはもちろんウイルスは変異していくとはいえ、はい、まあ、今のところは想定の範囲内の変異なわけじゃないですか。全く別物のウイルスになってしまったわけではないので、そういう意味で言うと別にそのウイルスがですね未曾有のものだったっていう言い訳は今時点では通用しなくて、はい、まあ、やっぱりそのいろんな仕組みですよね、例えばそのよく言われるのがオンライン診療とかをやって、いちいち外来でこうさせなくてもいいじゃないかみたいな話があるじゃないですか、でこれも全然進んでないわけですよ、予定通り、はい、でこれじゃあウイルスが怖いからとか、ウイルスが未知のウイルスだからかっていうとそうじゃなくて、やっぱ縦割り行政とかあるんですよね。例えば東京なんかで見てもやっぱ23区とか八王子って、はい、東京都は別で保健所持ってるんで、はい、その患者の個人情報のですね、お互いにこう取り扱いをこう回せるやつって合意取らなきゃできないとか、いろんな縦割り行政が東京都だけ見てもあって、はい、でそれが当然全国に目を広げればもっといっぱいあるわけで、こう仕組み上の部分で対応できないものがいっぱいあるっていうのがこの緊急事態が起きた時に露見してしまったと、はい、いうところなんで、そこにまずメスを入れていかないと、っていうふうに思うので、別になんかウイルスどうこうって話じゃない気はしますね。そうなんですね。で、この空いている建物などを活用した臨時医療施設の開設ですとか、酸素投与などができる入院待機施設、この整備を求めました。すでに各地で病床確保が進められていることから、厚労省は今後は大幅な病床の上積みは難しいとみて、臨時医療施設や入院待機施設の開設、軽症中等症患者向けの新たな治療抗体カクテル療法、これが実施できる宿泊施設などの確保を都道府県に文書で要請しました。まあ、でもこういった設備の計画っていうのも早くやらないとね。そうですね、まあ、遅い遅い叩いてもしょうがないんで、はい、せめてね今からでも巻き返しで早く進めてくれっていう感じしますね。はい、続いてはこちら、毎日新聞、アメリカ法人増税 26.5% 案。下院民主党は13日、法人税、あと富裕層に対する増税案公表しました。気候変動対策、社会保障の充実を図る 3.5 兆ドルですね、およそ385兆円、この規模の大型歳出法案の財源となるもので、法人税の最高税率を 26.5% に引き上げることなどで10年間でおよそ2兆ドルの税の増収、税収増を
見込んでいると。で、民主党はこの増税案を盛り込んだ歳出法案の単独可決、これを目指しますが、規模あと内容をめぐって党内に異論もあり、修正は避けられない情勢です。下院の歳入委員会が示した増税案によると、年間利益が500万ドルを超える企業の法人税率を現行の 21% から 26.5% に引き上げます。で、年間利益が500万以下、40万ドルを超えるこの企業はですね、 21% というのを維持して、40万ドル以下は 18% に引き上げます。また多国籍企業の海外収益に対する最低税率も 16.5% に引き上げるとしています。このバイデン大統領がかねてから掲げていた法人税の増税ですが、この中身、今お聞きになっていかんでしょう、森永さん。まあ、そうですね、徐々にこう実現に向けて、はい、税率の引き上げ幅とかも調整してきたなという印象は受けますよね、はい、これは。まあ、やっぱりそのね、あんまり上げすぎるとそれはそれで反応の対も来るわけですから、まあ、そういう意味では、まあ、うまく通せるぐらいの幅に調整してきたなという気がしますね、はい、で、所得税もですね、年収40万ドルを超える富裕層については最高税率を現行の 37% から 39.6% に引き上げ、年収500万ドルを超える人、さらに 3% 上乗せです。株式の売却益にかかるキャピタルゲイン課税、この最高税率を 25% に引き上げること、こういったものを盛り込んでいます。まあ、富裕層への増税、格差って是正されるんですかね。まあ、ないよりはいいと思っているんですが、ただやっぱ日本もですね、はい、こういう議論を僕はもっと参考にしてほしいと思っていて、結局そのキャピタルゲイン課税、はい、つまり株で儲けたものに課税する税率を引き上げるみたいな話を、まあ、当然ね、日本でもちょっと出たりしたわけですけれども、はい、結局なんか知らないけど日本の場合はそれによって得られる税収はどれぐらいなんだとか、はい、財源がみたいな、税金の役割ってそこじゃなくないっていう議論ですよね。要はその富の再配分じゃないですけれども、格差を是正したりとか、はい、そういう側面での税の効果があるよねっていう議論が、なぜか日本のメディアって飛ばしてて、結局なんか税金を何かの財源にするために、税率引き上げイコール税収がこれぐらい増えると試算されますみたいな、いやそうじゃないでしょうと、富の再配分とか格差の是正とか、あとはまあ本件とは関係ないけれども好ましくない行為を抑えるために税金をかけるとかですね、税金ってもういろんな効能があるわけですよ。ですね、にもかかわらず日本は未だにこう税収としての財なんかこう税金、財源としての税金みたいな話しか出てこないんで、はい、このね、アメリカの法人税だとか所得税の話の時に必ずアメリカの話になるとこういう話がついてくるわけですから、本当ね、もうちょっと議論、税金についての議論を税収云々だけじゃなくて、はい、他の税の効能っていう側面から議論していく、こういう癖というかね、習慣をもっとつけてほしいと、こういうニュースを見るたび思いますね。そうですね、はい、続いてはこちら、日経新聞、日本語指導地域で格差、外国籍の子どもらに日本語を教える体制にこの偏りが生じていると。外国人がですね、多く住む自治体の間で日本語指導の担当教員1人が受け持つこの数、最大3倍の差があることが日経新聞が入手した国の資料で分かりました。で、教員不足で指導が行き届かない地域もあります。外国人とのこの共生の担い手となる子どもが十分な教育を受けられる環境の整備、これが急務となっているわけなんですが、教員不足で指導が行き届かないということもあるんですね。で、文科省によると日本語の授業が必要な外国籍の子ども、全国の公立小中学校に2020年5月の1日時点でおよそ3万8000人います。で、日本語の指導、これはですね、所属するクラスとは別の教室で行うために担当の教員が追加で必要となります。で、文科省はすべての都道府県と政令市の67の自治体に担当教員をおよそ2000人配置、ただ配置に人数が人数にはこの配置人数にはですね、ばらつきがあるということなんですね。
で、地域差の主な原因は財源不足。文科省は2020年度およそ900人の教員、日本語指導が必要な児童生徒45人につき1人の割合で各都道府県政令市にはこの割り振りをしたんです。で、その上で残りの1100人を自治体の申請に基づいて配置する仕組みです。で、公立の小中学校の教員の給与、国と都道府県政令市が分担、担当教員を増やせば県など財政支出は膨らむということなんですね。このニュースいかがでしょう。はい、まず本当に必要なんだったらという話からいきますけれども、であれば財源不足でできませんっておかしくて、はい、まあ、今って多分国が3分の1、給与ですね、はい、で各県が多分3分の2を負担みたいな形で、多分県の方が負担率が大きいはずなんですよ、はい、なんか本当に必要なことなんであれば、国がですねほとんどを負担してあげればいいし、はい、別にそれに対してなんかその財源を確保するためにですね、まあ、新たななんとか税を設けるみたいなこともやる必要ないわけですから、はい、本当に必要ならまずそこの負担率を変えて、はい、国がある程度負担すればいいよねっていうだけでもうおしまいだと思うんですよ。少なくとも財源が本当に理由なんだとすればですね、はい、まあ、あと一方でそのやっぱその外国籍の子どもに対して の対策っていうのはもちろん やった方がいいには分かりますけれども、まあ、一方でね、日本の今子どもを見ても、はい、例えばそのろくにちゃんとご飯も食べれない子が増えてたりとか、まあ、あとコロナ禍でね、まあ、家族で過ごす時間が増えて、まあ、それをハッピーだと感じれる子どもはいいけれども、結果的にね DV とか、児童虐待みたいな増えてたりもするわけじゃないですか、なんかそういう意味ではもちろんその外国籍の子どもに対するケアもいいんだけれども、なんか今足元で増えているその日本人の子どもに対するですね、そういう支援っていうのも同時に考えてほしい。ですね、やっぱ子どもは宝じゃないですか、はい、ここを大事にできないともうそんな国は発展するわけがないから、はい、やっぱそこをねとにかくいろんなその今ね経済政策もすごくマクロの話ばっかり言っちゃってますけれども、やっぱこういう細かい一つ一つの事象に対してもちゃんと政策を打ってほしいなと思いますよね、はい、その今ね森永さんおっしゃった通りで、その日本の子どもたちのこの教育の充実ってのも大事だし、あとこの例えば、まあ、人数は少ないのかもしれませんけれども、今実際にこの日本に住んでて言葉全然わからないと、この先このまんま行っちゃったらね。いや本当ですよ、結局うまいこと日本の社会に馴染めなくて、はい、でもそのなんだろう、子供なんでね自由に外に出るとかもできないわけですから、まあ、そんな教育もまともに受けられない状態でずっと日本で育ってしまうと、まあ、その子がねそれでもちゃんとまっすぐ育ってくれればいいけれども、ね、必ずしもそうじゃないでしょうから、そういう意味では治安を考えても、はい、まあ、これで別にただ子供を救うっていうよりやっぱり日本社会全体を良くする、リスク要因を排除していくための施策ですから、はい、ここをね財源不足だからっつってやらないっていうのはあんま僕はないかなと思いますね。そうですね、はい、時刻7時半です。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻7時31分です。さてここで JA 全農新潟から新潟県産のおいしいイチジク、コシのしずくプレゼント当選したお二人発表です。お一人目がですね、世田谷にお住まいのライバロリさん、おめでとうございます。もう一方は、板橋にお住まいのすりばちさん、当たりました。おめでとうございます。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。朝日新聞からです。 SBI ホールディングスから TOB 株式公開買い付けを受けている新生銀行、買収防衛策の導入検討していることが分かりました。SBI 以外の既存の株主に新株を渡すもので、11月に開く株主総会の決議で発動します。 SBI 側の提案が企業価値の向上につながるか株主が判断する時間、これを確保するために SBI に来月10月25日の TOB の期限延ばすよう促す狙いがあります。買収防衛策は週内にも開く取締役会で議論し、11月に開催をこの検討する株主総会で株主に発動の是非を問います。株主総会の決議なしに導入した場合、裁判所に差し止めを命じられる懸念があると。
具体的なスキームとしては新たな株を渡す対象に短期間で大量買い付けする株主を除くといった条件を新たにつけます。まあ、事実上 TOB を進める SBI を排除する仕組みということにもなってるわけなんですが、このニュースいかがですか？そうですね、実は私は新卒で SBI に入ってて、はい、そうなんですか、しかも結構な期間いましたので、本件に関してはですね、多分それなりに詳しい解説もできる気がするんですけども、ただなんかいろんな方のコメント、僕も参考に聞いてますけど、なんかみんな難しい解説しすぎだなって思ってて、もっとこれ、発端はすごくシンプルなんじゃないかなって思うのが、確か2019年の4月にですね、SBI ってすでに新生銀行の株をマーケットで取得し始めてですね、確かなんかその仲間になろうぜっていう提案をして新生銀行は蹴ってるんですよね。でその蹴ったこと自体はムカついてる上に、そっからさらにその SBI って、まあ、そのグループ会社で一番こうね主力になってるのはネット証券、オンライン証券ですけども、これのライバルであるマネックス証券、これと新生が組んだんですよ。それがですね、多分 SBI からするとふざけんじゃねえぞということで、今回その買収目的の一つがですね、役員の全部また一部変更しろみたいな、あります。でしかもここで来てね、すごく敵対的な TOB じゃないですか、そういう、あそこなんだ、話じゃないかなってもともとインサイダーにいた身からすると思いますけどね。あそうなんですね、これどうなるんでしょうね。まあ、ホワイトナイトといってスポンサー探しを多分新生銀行はするんでしょうけども、まあ、ただ SBI とホワイトナイトって聞くとね、あのライブドアが日本放送みたいな時、あの時はね北尾さんがホワイトナイトやって出てきたんですけども、面白いですね、歴史は繰り返すというか。だってその北尾さんが SBI でしょ。そうですね、はい、面白いもんですね。そうですね、はい、今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんでした。森永さんありがとうございました。ありがとうございました。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。